ラスベガスのハードロックホテルカジノ2005年撮影創業者ピーター・モートン2011年撮影ハードロックホテルマカオ2009年撮影ハードロックホテルカジノはハードロックカフェを経営するハードロックカフェインターナショナルインクによって運営されているカジノ施設を伴ったホテルのブランド最初の施設はハードロックカフェの共同創業者の一人である ピーター・モートンによって1995年にラスベガスに開設された。その後、所有権がモートンの手を離れた後、チェーン展開が進められるようになった。2013年1月現在、アメリカ合衆国を中心にマカオ、ドミニカ共和国を含め全世界に6施設がある。また、経営主体は異なるが、同じブランド名の下で運営された。ハードロックホテルズ。 ハードロックカフェインターナショナルインク2013年1月18日閲覧ハードロックカジノダルサ500ネーションズ2013年1月18日閲覧アバウトアスハードロックカフェインターナショナルインク2013年1月18日閲覧ハードロックホテルマカオナウオープン ハードロックカフェインターナショナル、インク。2013年1月18日閲覧。ツーリズムエンタープライゼスタンパ。セマノルトライブオブフロリダ。2013年1月18日閲覧。ツーリズムエンタープライゼスハリウッド。セマノルトライブオブフロリダ。2013年1月18日閲覧。ハードロックカフェインターナショナルブレークスグラウンドオン。 ハードロックホテルカジノボロキシー。ハードロックコーポレートプレス。2007年6月9日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年7月11日閲覧。ハードロックホテルカジノプンタケーナセレブレーツ。グランドオープニングオブイッツファーストオール。インクルーシブプロパティインカリビアン。PR ニュースワイヤーアソシエーション LLC。2013年1月18日。 閲覧。ポムリー、スゼッテ,テ、ハードロックバックスオフプランズツービルド AC カジノ。フィラデルフィアインクワイアラー、http コロンスラッシュ www.filly.com スラッシュフィリースラッシュニューススラッシュニュージャージー、2012万912ハード、ロックバックスオフプランズツーズビルド AC、歌詞ナンバー HTML2013 年1月18日、閲覧。 ハードロックカジノタルサ、500ネーションズ2013年1月18日。閲覧。ありがとうございます。